今日はやっぱこれですよね、維新の丸山議員、はい、国後島で戦争しないと、うん、その後に撤回と、はい、これ朝日新聞の記事なんですが、はい、北方四島ビザなし交流の訪問団の一員として同行した日本維新の会の丸山穂高衆院議員が、はい、国後島訪問中の11日夜、北方四島の返還に関し、戦争をしないとどうしようもなくないですかと訪問団の団長に詰め寄るなどして訪問団から抗議を受けていたことが分かったと。で、これ音声が収録されていて、はい、最初なんでかなと思ったんですけど、うん、まあ、どうやらですね、この団長さんに記者が取材をしていたと、うん、だからまあ当然録音しますよね、はいはい、で そこにですね、酔った丸山さんが、はい、まあ、いわば乱入してきて、はい、あの質問を始めたと、うん、なんかこう割り込んで話を始めたというものなので、はい、録音されていたと。なるほど、いうことですね。最悪のタイミングでしたね。そうですね。で、戦争でこの島を取り返すのは賛成ですか反対ですかなどと、質問、団長が戦争はすべきではないと答えたが、戦争しないとどうしようもない、まあ、そういう発言を返したと、うん、丸山議員は酒に酔っており、その後も大声で議論を続け、決まりに反して友好の家から、出ようと、敷地から出ようとしていたということなんですね、はい、うん、まあ、だから行動、一連の行動自体がかなり問題があるんじゃないかなと、はい、そうですね、まあ、お酒に関しては丸山議員以前もちょっと問題になっていたようで、うん、はい、まあ、その時もなんか飲んで、うん、まあ、いろいろいざこざが、酒癖が良くないの人かもしれないですね、うん、まあ、一回問題になるのであれば、はい、まあ、そういう過ちも誰しもあることですから、はい、まあ、しょうがないのかなとは思うんですけども、はい、こうやって2回目だし、はい、重要な場面でこういうことやってしまったっていうのは、はい、まあ残念だなと。そうですね、で、僕はやっぱこの丸山議員すごいこう応援していたというか、はい、あのこれまでの国会質疑の様子だとかいうものを見てて、はい、本当頑張ってほしいなと思ってたんですよね、はい、それこそ生放送でも取り上げたんじゃないかなと、はい、思いますけど、外国人生活保護の問題とか、はい、外国人の医療費未払いとか、はい、そういうものを、まあ、国会で、うん、まあ、質問してですね、はい、まあ、世に知らしめたと、はい、まあ、こういう実態があるのかということがあるので、はい、まあ、これはもう言ってほしいなと思ってたんですが、はい、まあ、今回の件でもう一気にもうそれができなくなってしまうんじゃないかなということで、はい、この丸山氏に対して辞職勧告決議、はい、維新が与野党に呼びかける方針と、日本維新の会は15日の国会議員団役員会で、うん、北方領土返還に関連して戦争に言及し除名処分とした丸山穂高衆院議員について辞職勧告決議案の衆院への提出を与野党に呼びかける方針を決めた。自民党が賛成に回る場合決議案は可決される。維新の松井代表は14日丸山氏について辞職するべきだと記者団に述べたが、丸山氏は自らのツイッターで無所属にて活動すると投稿、議員辞職はしない考えを示している。議員辞職勧告決議案は可決されても法的拘束力はないと、うん、まあ、なんかいつものパターンですね、はい、法的拘束力はないけど、うん、まあ、こういうのをまあ出すと、はい、ただなんか維新の会の対応も若干不思議だなというか、はい、最初あの松井代表って言論の自由だとか言ってませんでしたっけ、うん、みたいなね、うん、感じだ。ただやっぱ状況が分かってくると、はい、もう辞職するべきだっていう。どうなんですかねこれね、うん、酔っ払って言ったことだかし、ちょっと態度が良くなかったということとかは、うん、あれですけど、まあ、戦争しないと島が取り返せないのはまあ事実、うん、じゃあ事実ですよね。まあ、そうなんですよね。まあ今回の発言についてロシア側 の、 まあその議員とかもまあ批判してるんですけど、いやいやロシアそれ言えんだろうと、そうそうそう、まあ、クリミアであんたら何したんだっていう、そうそうそう、もうあの武力で取ったわけですよ。だから沖縄ぐらいでさ、うん、ラッキーにもこう帰ってきたのは、うん、ほとんど歴史上ねないですね。土地を取り返せるなんてことは、うん、戦争しないとないわけで。ただこれはあれなんですよね、うん、政治家同士の議論の中で、うん、そういうことがないとその現実的には難しいんじゃないですかっていう議論するなら、はい、僕は良かったと思うんですけど、はい、今回は、はい、その島を追われたこの団長に対して戦争で取り返すのは賛成ですか反対ですかって聞くのはちょっとお門違いだし、そういう、ね、いやしかもそれで、うん、この団長が、はい、そうするべきだって言ったら丸山さんどうしたんでしょうねっていう話ですよ。確かにね、うん、じゃあそれを持ってじゃあ国会とかで戦争で取り返すべきだというの、うん、まあそんなこと言わないでしょうけど、はい、うん、そうですね、取り返すべきだっていう主張するのか、まあ、だから、はい、なんか意味がよくわからないことを聞いてしまったのかなと、はい、まあ
でも酔ってたから余計なこと言っちゃったのかなっていう、まあそうですね、うん、気もするんですけどね、はい、でも、まあ、やっぱりこの戦争しないと取り返せないっていうのは事実で、うん、やっぱほぼそうだから、うん、やっぱいかに憲法9条がダメかという話もあるよね、うん、そうですね、戦争する力があるよっていうのを見せつけない限り、うん、返してもらえないっていう、うんうん、あの土地だってね、まあ、現状日本というのは全く脅威ではないですから、はいはい、まあ、ロシアからするとまあのらりくらりやって一番こういい条件で何かあるときに、はい、まあ、ちょっとこう歯舞前四股間あたりをちょっと変換させるポーズだけして、はい、まあ、やっぱ国後と択捉が大きいので、はい、そこは多分もうちょっと今厳しいなと、はい、うん、現状そのすぐ帰ってくるかといえば状況なので、はい、まあね、この北方領土問題というのは、まあ、僕も道民なので、うん、子どもの頃から割と北方領土は、うん、まあ、北海道というか、日本のものだというのは、うん、勉強するように なってるんですけど、うん、現実問題は厳しいですよね、うんうん、で戦争っていうのが、まあ、今回の、トリガーとして、うん、ダメでしたし、まあ、それだけではなく行動全体が、はい、記者に割り込んだりとか、うん、酒でこの大声出したりとか、はい、敷地から出ようとしたりとか、はい、いう点が非常にまずかったんじゃないかなと、はい、いうのが今回の、顛末だと思いますね、はい、ただまあそのさっき言ったように発言自体は分からんでもないというか、分からんでもない、まあ、もちろんタイミングが悪いしダメなんだけど、はい、なんかその意図は分からんではないという、あとこれまでの活躍もありますからね、うん、発言してちょっと、まあ、丸山議員について皆さんはどういうふうに感じてますかということで、アンケート、うん、どうでしょうかと。1番反省しなくていいし支持すると、うん、で2番は反省して今回の件はね、うん、支持すると、で3番は支持しないよってそれから分からないっていうことですね、うん、はい、さあどうでしょう、いきまーす。あれぐらい、まあ別に ただの酔っ払いぐらいで、うん、別にそんな悪い、そのやめなきゃいけないレベルのことじゃないんじゃないのと、うんうん、議員辞職まではそうそうそう、うん、はい、どうも、はい、14.1% が反省もしなくていいと支持するよと、うん、14.1% 反省して支持してほしい、あの支持、あ、反省してほしいけれども、うん、支持はしてるんだと、うん、これまでの活躍もあるしっていうことなんだろうね、うん、それもやっぱ多いですね、はい、そうですね、66.9 と、うん、支持しないが 15.3 とで、分からないが 3.7 ということですね、うん、はい、そうですね、うん、まあ、お酒には本当に注意しなきゃいけないですよね。そうですね、僕も全く人のこと言えないですからねまあその僕の場合そんな別に絡んではいかないでしょうけど、確かにね、はい、ただやっぱ失言してしまったりとか、はいはいはい、そういう可能性はあるので、はい、まあ、十分そうですね、まあ、昨日まで沖縄に行ってたんですけど、はい、まあ、やっぱ沖縄じゃないですか、うん、飲むじゃないですか当然、はいはいはい、まあ、連日のようにもう、まあ、連日って言っても2日ですけど、青森、まあ、青森にオリオンビールに、はいはい、もうしこたま飲みまして、はい、やっぱ辛かったですね。翌日が飲んでる時はすごい楽しいじゃないですか。はいはいはい、はい、ね。なんかこう話もこう盛り上がって、はい、なんか楽しいなっていう感じなんですけど、うん、もう朝起きられないし、ただただ後悔という、うん。頭痛くならないでしょ。頭は大丈夫ですね。俺頭痛くなるからね。ぼーっとはしますけどね。ぼーっとはいいけど、頭痛いのは本当に使い物にならないよ。うん、本当に、あ、もう何もできないじゃんっていう。そうですよね。いやだからもうちょっとお酒をやめとこうかなと、はい、まあ、もう前日飲みすぎて、はい、まあ、最終日は帰るだけだったので、うん、はい、まあ、早めにちょっとこう空港のラウンジ行って、うん、あの仕事してたんですけど、はい、ラウンジってお酒あるじゃないですかお酒あるから空港ね、うん、はい、飲んじゃいましたね、ちょっと。なるほど。結局、うん、あの、はい、こうやっぱもったいない精神が働いちゃうので、はい、こうせっかくラウンジだし、うん、一杯ぐらい飲まないとなって思ってくるよね、うん、そうそうそう。しかもラウンジ行ったら格とかじゃなくて、うん、チタとか置いてあるわけですよ。ああ、ウイスキー、はいはい、ウイスキーランクがもう圧倒的にこう、はいはい、いいの上の、はい、チタこれはもうハイボールだなということで、はい、飲んじゃいますよね、はい、うん、飲んじゃうもう飲まねえと思いながらしばらくいいかなと思ってるのに、うん、その数時間後に飲んでるという、もう飲まないぞと思っていながらね、はいはい、まあ、あるあるですね、うん、はい、ただやっぱ人によっては今回の丸山さんのように、うん、はい、ちょっと取り返しのつかないようなレベルのこともあるので、うん、注意しなければいけないなと思うんですけど、はい、先ほど丸山議員が、はい、